格安氏輝は、大韓民国、京昌南道近海市出身の元サッカー選手。韓国代表。現役時代のポジションはディフェンダー。高校時代は当初自身の希望が叶わず、サッカー競合校ではなく人文系の純真高等学校に入学したが、テグ工業高等学校サッカー部のテストを受け、1年生の途中から同校に移る。高校時代、 練習中に左目にボールが直撃したことにより、左目の視力が大きく落ちた。中には、失明状態とする報道もあるが、本人の父によれば、視力0.2を保っているという。その後中央大学校を経て、2005年に FC ソウルに加入。2007年夏の遺跡期間に、金鎮計とのトレードで、全南ドラゴンズに移籍。 同年11月25日の韓国 FA カップ決勝第一戦では逆転決勝ゴールを挙げチームの優勝に貢献した。2010年より日本の京都産が FC へ移籍。2011年も選手登録されていたが2月にウルサン現代 FC へ移籍。2011.2012年の2年連続で K リーグベストイレブンに選出された。 2013年より、サウジアラビアール・シャバブ・リヤドに移籍。2014年、アル・ヒラルに移籍。2016年より、FC ソウルに移籍し、韓国に復帰。2019年、喜び、南 FC に移籍。2008年1月30日、チリとの親善試合で、国際 A マッチにデビューし、2試合目である 2010FIFA ワールドカップ3次予選。 トルクメニスタン戦にてヘディングにより国際 A マッチ初ゴールを挙げた。2010FIFA ワールドカップの予備登録30人に選ばれたが2010年5月30日のベラルーシとの親善試合で膝を負傷し本大会行きはならなかった。AFC アジアカップ2011ではメンバーに選ばれた。予選リーグ第一戦のバーレーン戦で先発したものの85分に PK を与え、レッドカードで一発退場。出場停止明けの第3戦インド戦でも先発したものの PK を与えてしまった。その後3位決定戦で途中出場するまで出場機会はなかった。2014FIFA ワールドカップの韓国代表に選ばれたが出場機会はなかった。ありがとうございます。